あれと面白い台、あ、全然余裕、ハナンチ面白いです。あれ、あ、いた本当に辛かったらやめるけど、これから打ちますはい、おはようございますタマックス監督のタマちゃんです。そしておはようございます、ザ・マリー監督の マリーです今日がこれ2回戦表みたいな感じでいいんですかね。2回戦表って何ですか2回の戦いでいいんじゃないですか2回の戦いです。お待たせしました、ね、はい、1回目の方が結構ズタボロで私がやられたんですけど、ひどかったね最後、北斗のアマデジですか、あれなんですか、あのお茶を濁すみたいな戦いに来てんだぞお茶を濁してるじゃない、当てたかったんですちなみにこの番組、はい、あの、はい、助っ人制度があって、そうですね、野球って9人でやるので、うん、あの自分たち含め9人の仲間をたまに使おうみたいなコンセプトがあって、はい、まあ、前回ねお互い多分カメラマンさん使ったと思うんですよ。そうですね、はい、残り7人、7人です7人だね、確かにそうね7人呼ばなきゃいけないんですけど、はい、どうですか今日の助っ人の。いやもう僕はあれです、あのアポイントメント取ってますよ。さすが。ただこいつだけは絶対来てくれるだろうと思ったマッスル峠ってやつがいるんですよ。はい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 、すげえ簡単に断られましたあっという間に、あ、ちゃダメです。ああ早いですね早かったね、もうちょっと予想外でした、あれは。でも一人は来るって、もうその後ちょっともうね、これは皆さん期待していいような助っ人、岡部もすごかった。確かに岡部もすごかったですけど顔見えないじゃないですか。そうなんですよね、この間のね助っ人は、はい、もう今回顔出してよくて、うん、多分ね、あ、顔出ししてもいい方僕が一応声かけたのはそういう方です。ちなみに私の助っ人は、はい、全滅ですいないの、いない、友達いないのしょうがないね。しかもみんな先輩なんで結構。そうだよね、ちょっとお誘いづらいっていうのもあるんで、私はちょっと、うん、マリモさんが呼んでくれた助っ人の方を、うん、女を使って落とそうと思ってるんで気をつけてくださいそんなにあれか、いい女か脱げばちょっと呼べる。ここら辺あれじゃないですか、なんか浮き輪ついてる感じなんじゃないですか、脱いだらいや私最近その浮き輪を生かしたスタイルをってるんですよ新しい新境地を。そうです、あのガリガリもよくない。なるほど、そうですね。だったらこの浮き輪を生かそうみたいな。ああ、そういうことか、はい、それで普通なんかさ、ボン、キューボンみたいなこと言うじゃないですか、まあ、お尻とね、お胸が大きくて、はい、ドラム式です、私は洗濯機みたいになりましたね、ついにいいなぁ、斜めドラムですか、まあ、取り出しやすい。そうです、そうです、最新型ですそれでは、ダイニングプレイボール。さあ、ハナンチュ行ってみたいと思います。前回はマイナス対マイナスで終わってしまったんですけども、まあ、勝てたんでね、私の方がマイナスが少なくて、まあ、今回も勝って2連勝といきたいところでございます。さあ、この機種ね、僕最近好きで打ってるんですけど、見た目通りのオキスロです。
カテゴリー的にはね、ボーナスプラス ART の 5.9 号機でございます。ただ結構出るんですよ。ボーナスプラス ART の 5.9 って ART 中にボーナス引くと通常状態に1回落ちて、で復帰するまでの間にコインが減って、 ART に復帰するまでの間にコインは減るけど、同時に有利区間の残りゲーム数も減っちゃうっていうね、ゆゆしき事態が起こるんですけど、これに関してはそれがなくて、ボーナスがねビッグもレギュラーもまああるんですけど、どっちも MB 扱いっぽいんですよ。実装1500円も完走した時には本当に3000枚ぐらい出てるというね、なかなか素晴らしい仕様でございます。ビッグが150枚だったかな、でレギュラーがね78枚とかそれぐらいだったんですけど、ビッグを引くと 100% です。漏れなく ART がついてきます。ただそれとは反対にレギュラーでは5% ぐらいしか ART に入んない。でビッグよりレギュラーの方がちょっと当たりやすいんですよ。ビッグは全設定共通の450分の1ぐらいかな。なんで本当ビッグが引けないと完全に沈黙したまま、沈黙の波乱中のまま終わります。ワンストライクツーボール。それでは2回裏の攻撃でいいのかなちょっとフェアリテールから打っていきたいと思います。一応ね、朝からバラエティーなんてなかなかまあないことなんですけど、パチスロだと私結構もうバラエティーから全然打っちゃうんで、まあそれのパチンコバージョンって感じですかね。うん、好きな機種がバラエティーにあった、ただそれだけです。でもこれ超面白いんですよ本当に。フェアリーテイルなんかわかんないけどめっちゃ面白いんですよね。一応2018年現在の好きな機種ナンバーワンです、今年導入されたやつで。まあでもちょっとね、本当は今日最初から攻めるのやめようかなと思って、なんか別にね前回負けちゃってるんで、本当勝つために甘から行こうかなと思って、まあ、勝つためにっていうのもおかしいですけど、甘いって勝てるとは限らないんですけど、それでね、マデジのラインナップ見てたらフェアリーテイルがあったっていう話です。ワンストライクツーボール。よし、チェリー重複です、おそらく。でこの告知パターンとかで設定させてて、これがなんかちょっと特殊な光り方だったり、あとここに777とか333とか顔文字とか出るとそれは設定2以上だったかな。ここに7止まったらビッグ確定だったんですけども、あーよかったよかった391ゲームでビッグプラス ART でございます。よかったね、レギュラーだったらマジ大パンモンですよこれ。しないけど、ね、でボーナスがもうすぐ終わるんですけど、ボーナスが終わった時に、ここのプッシュボタンね、ここを押すとセリフが出ます。で詳細まだ分かってないんですけど、詳しくはこれね、いろいろあるんですけど、なんかね光りすぎて困っちゃうみたいな声セリフだと高設定の期待度が高いのか、それとも確定するのかっていう感じっぽいです。まあ分かってるのがそれぐらい今。あ、これで ART スタートです。で40ゲーム1セットセット数継続タイプです。でここのねランプが光ったら、女の子のね、どっかで見たことある女の子のようなランプが光ったら、継続確定か。
で、まあ、いろいろその女の子がこっち正面向いたりとかするんですけど、まあ、その演出次第では大量ストックとかも期待できるようでございます。子役でもね、セット乗せするみたいです。したことないけど。で、セット継続するかどうかは、この終わった後のレバーですね。あ、行きました。2セット以上は選ばれてたってことだね。とりあえず続いた。あー終わった。2セット偶数連です。で、今引き戻し状態ですね。夕方画面で、この最中にボーナス引ければ、ビッグはもちろんですけど、レギュラーでも ART 復帰で、実戦上16ゲーム刻みです。16ゲーム32ゲームみたいな感じで続いています。48ゲームとかね。やっぱ16で終わることが多いですよね。もしかしたらこの引き戻しゾーンが長いほど高設定に期待できたりするのかなとか思っておりますが、果たしてどうなんでしょうか。排斥が出るのを待つしかないけど、出ねえんじゃねえかなと思ってます。何せそんなに注目されてる機会じゃないから。さあ32、あー大空、これでまた通常時でございます。ワンストライク、ツーボール。3万発ゲットしたら戻ってきます。3万発ゲットしに違う台行ってまいります。すごい、いっぱいいるよ。空き台ないでしょこれ。え、すごくないですか。オーマイガー、修羅の時が埋まってる。いや、そりゃそうだよ、埋まるよね。私も打ちたいもん。ワンストライク、ツーボール。パマックスが様子見に来ねえってことは調子いいのかな。前回ちょこちょこ来てたからね。なんだっけ、なんつだっけ、お祈り行ったんだっけ、お参りか。ああそういうのがもしかしたら効果出てんのかな。頼むぞ。ああそう、92ゲームで、まあ、比較的早かったですけどね、レギュラーだった。これも終わった後に叩くと、このセリフが果たして何を示唆しているのかはまだ分かっておりません。まあ、でもこの動画が配信される頃には分かってるのかな。あ、ほらな。はい、77、ここっぽいですね。花がチカチカしてますしね。いました、いましたよ。あ、バレました。なんかいたぞ今。なんかいた。初めて見ました。見た、うん、どっちがモテると思う。いやいや、こっちでしょ。こっちですよ。こっちのがモテんの。モテますよ。だってあれですもん、絶対乳首ちっちゃいですもん。あ、乳輪か。あ、今の基準ってそういうとこなの。
モテるモテる。バットで刺すんじゃねえよ人の女を。やめえこの野郎。すいません、マリモさんの女ですか。まだ負けてますよ。そうなんですか。そうだよ。どうなの、ヒット打ったの。ちょっと今日は勝ちに行くためにいろいろ作戦練ってるんで。だからあれだろ、つまり当たってねえんだろ。なんかちょっと面白そうですね。そう、で面白いよ。通常時は全然だけど、当たれば、当たったら面白いから。じゃあいい動画になること楽しみにしてるんで。それは貴様の展開したいだろうが。お願いします。ワンストライク、ツーボール。じゃあスーパーリノで行こうかな。とりあえず一発目、まあ、いつ来るか分かんないし、二発目もいつ来るか分かんないけど、一発目来たら前回のね、マリモさんの助っ人をお頼みしようかなとは思ってます。サンタカーテロプロがいるんで、相手チームにですけど、普段結構いろんな方向で押すんですよ、まあ、順押しだったりも中だったり、まあ、でもちょっと人に聞きに行こうと思ってるんで、ちょっと 手がね止まってくれればいいんですけど、止まんないパターンもあります。私の場合ポポポンみたいな、そこだけ気をつけよう。来たー、手止まったー、あぶねー、どうしよう、聞いた方がいいですよね、聞きに行きましょう。ちなみに私は、私だったらバーを狙う。ワンストライク、ツーボール。そろそろね、助っ人が来そうな予感がするんだよな。そろそろ来てもいいはず。やばい、出玉が飲まれます。さあ追加です。あー隣すげーいいわ。俺もそうなりたい、そうなりたいと願う。あー当たんない。あー来た、ありがとう、来てくれてありがとう。今回の助っ人嵐さん。髪伸びたな、しかし。めっちゃ伸びたっすね。いやもうやばい。本当は敵チームの人だからダメなんすよ、きっと。だけど彼はきっとスパイになってくれる。バレないように行かないと。絶対バレる自信があるんですけど。あー、これ今チャンスですよ。逆に反対をしているわけだから。じゃない。ちょっと待って、ファン対応じゃないよ、あれ嵐さんじゃないですか。あれ、あ、来た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 よ。ちょっと出ようか、想像シーンでちょっと出ましょう。さあ今回助っ人で来てくれたのはなんと嵐さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっとしか入れないんですけど、本当に。いや、まさかでしょ。いや、涙出ます、本当嬉しくて。いや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 、ありがとうございます。嘘くさいな。なんかちょっと、いつも行ってる夜のお店の匂いを感じましたけど、今の発言には。左側からね。左側から。さあ、で、今回、我々戦ってんですよ、はい、そうなんですよ。で、嵐さんも好きな野球をモチーフにした番組なんです。はいはいはい。
足立さんがどっちのチームに入りたいか。そう、助っ人です。助っ人。そんなこと、え、ここで決めんの？そう、あの人生で奪い合ってもらえる瞬間なんて多分今日しかないと思うんでなかなかないですよね、はい、なかなかないんで。てて男でね、しかも。あ、私バットありますよだからなんだよなんだよ、だから戦うってこと？戦おうかなと思ったんですけど。ぶん殴るってこと？なるほど、実力行使ってことじゃあ、はい、じゃあ野球クイズ出してください野球好きじゃないですか。あ、わかります。野球ね。おう、とある有名選手、左バッターの有名選手のバッティングフォームのモノマネをします。はい、今そんな早押しとかじゃないんで。そういうとこだぞ、当てられねえのは。すみません、早かったです。まさかのビボンってなってたけど、いや、まだです。お手つけない。すみません。まだ早かった。ちょっと古めなんで、たまちゃんわかるかなっていうのがあるんですけど。わかるかな。俺も野球詳しくないからな。じゃあ、行きます。はい。絶対違う、一郎なるほど。まあとりあえず収めておきましょう、はい、置いておきましょう。 OK OK、 じゃあもうあなたは聞いててもいい、はい、じゃあ何ですか。落合、はい、両者不正解でした落合が左か右かも分かんない。落合右だからでも近かったです。あの往年の駒田選手、はい、あ、俺ね、二択だったの。やっぱり本当に駒田かなと思ったんですよ。第2問、2問見たことあるな、俺。もう一回やって、私もちょっと見たことあるんだけど。いや、見たことある。待って、見たことあるよ。あー、わかりました。見たことあるんだよな。わかりました。はい、じゃあせーので今度はいきますか。はい、正解は、え、せーの、一郎。一郎ちょっと待って、ちょっと待って、わかんない君ら野球や松井選手でしょ、こう言ったらそうだ、じゃんけんにします。じゃんけんにしましょう。もじゃあ、まあまあ野球だけに野球券ってことで、じゃんけん脱ぎましょう。じゃあ、じゃあ嵐さんに勝った方ね。わかりました、嵐さんに勝った方。野球するなら、そういう具合にしやしゃんせ。アウト、セーフ、よよいのよい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 。さあ、ということで、はい、じゃあ僕、嵐さん、助っ人、そりゃそうだよって呼んだの俺だもん。その代わり、あの次の3択は青が当たりますから予告先発みたいなもん。青来てきましたから、青、青だもん、本当ですか。 青なんですって。青です。よく考えたら、数理のなんで。あ、そうか、数理のか。青じゃないなと思って。だからもうその時点で、俺の助っ人なんだよ。ちなみに、どっちだと思います。緑の上だって。緑の上、うん、緑の上はい、でダメ監督はまあ何とかしてください。いや、ちなみに今ダメ監督、うん、トマト放置なんですよ。え、揃ったんですか。そう、てか引いたんだ。揃ってなくって、スーパーリーノ第3リールを止めてない状態で。なるほど。たまたま来たら、あ、ファン対応してると思ったら嵐さんだったんですよあ、もうバレてたんだ嵐さんだって。そうだったんですね。なるほど。じゃあもう、あの、そうなんですよ、今一致しましたから、2人の意見が。緑の上、わかりました。監督であり、我々コーチャーですから、もう緑間違いないですよ。ちょっとやめてくれる。え、で俺の助っ人だからあ、そっか、ごめんなさいワンストライク、ツーボール。よし、それでは緑の上緑の上、本当？本当なの？ちょっと押すのが早かった奇跡、押すのが早かった奇跡ですまあ、あとはこっからボーナスに持っていけるかどうかってとこなんですけど、めっちゃドキドキする、超久しぶり。やだ、もうまだ大丈夫でしょう。さすがにスーパーリノですよ。
ちてませんか。ピン詰め一発で。いいの。あーこれか。いやこれはね落ちてるよ。ここに7が来てて真ん中がリプレイじゃなかったんで当たってます。はい、レギュラーボーナス247ゲームです。ギリギリのラインで生き残ってました。どっかでビッグ、とりあえずパチンコ6000円、パチスロー3000円ということで、総投資の方が9000円。まだ足りないよ、もうちょい。まあ欲を言えば1000枚ぐらいは欲しいんですけど、まあ、1000枚ぐらい出てもおかしくない台なんですけど、こうなってくると話が変わってくるんだよ。まあ、でもそんなすぐ落ちないだろうとちょっと前向きに打ってきますね。リプレイ？おい？いやレギュラーっぽいんだよな。お、やった、なんなんだ。12ゲーム。一応これでですね、プラスにはなりました。久しぶりにでも数理の当てて、久しぶりに連チャンしてる。ワンストライク。ツーボール。2番バッターアガシ背番号4。じゃあ当ててください。当てましょう。とりあえず当ててください。はい、じゃあ監督いただきます。それぐらいは。おっ。実戦経験あるんですか。あります、何回か打ってて、まあ、とりあえずビッグ引きゃいいってことですね。そう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 、分かりやすい、まあ、本当よくできてますよね。こじ開けてください。はい、 ART の壁をこじ開けてください。破れるのは処女幕だけじゃないってとこ見せてください。いや破ったことないんだよ人生において。あの皆さんも経験者です。 あそうですか、失礼しました。やりまんとしかあの付き合ってきてないと思う。おめえなんてことだよ、過去の彼女に謝れ。本当に監督マネマネプリーズ。あ、自腹っす。はぁ、いやだって助っ人でしょ。いや俺マジで一番いいって。ちょっといやある、お金なくなっちゃった。いいよいいよ、いやいいよ、さすがにダメだよそれは。はい、あるから。すいません、はい、じゃあお疲れ様でした。いやいやいや、違う違う、それもそれでどうかと思うよ。いや、あの出演料かなと思って。まあ分かりますけど、妖精しか入ってない。それでなんとかしてほしい。分かりました。ちゃんとほら配球見てくださいよ。配球ピッチャーの見てください。父ばっかじゃなくて、そこじゃねえから。いやいや、まあ、消えるけど、消えるけどね。カーブだなと思って。キレのあるカーブだな。確かにね、まあそれは気持ちは分かりますけど。ちなみに私はこの台で
個も当ててるんで。当てたことない。ビッグが全然引けない。えらい会に来てもらっちゃいましたね。400分の1重いよ。ワンストライク。ツーボール。何もさんの収支が全く分かんないけど、そんな負けてないと思うんですけどね。落ちてはいないか、まだ当てるだけ。レギュラーの可能性があるぞ。ないのか。ちょっとむしろビッグ13ゲームです。ってことはあと1回引ければ大台に乗るんじゃないですか。オッケー、1ゲーム目この瞬間が止まらない気持ちいい。赤の名揃えたかった。やっぱレギュラーですかね。はい、あ、24ゲームレギュラーばっか、レギュラーばっか。ワンストライク、ツーボール。あそこの選手スカウトした方がいいじゃないですか。確かに、めちゃくちゃうまい。右の選手がやっぱ超高打者。うん、高打強打者な気がする。これなんかすげえ期待されて黒船来航みたいなさ感じで助っ人外国人取ったはいいけど、完全に船底に穴が開いてるやつじゃねえか。日本に来た時にはオカメが打った方が良かったかもしれないな。むしろ全然当たんねえ。確かに。おかめが今マリモの財布でどこまでもになってますよ。確かにそうだなって。出てる人間もディレクターも一緒だしな。じゃあ爪痕残してきます。爪痕は本当かな。任せてくださいよ。本当かな。アッパースイング、ひぎ通天閣打法でちょっといきますよ。すげえ今考えたような打法だな。頭もうさ、いいからいいから当ててくれる。そういう何でもいいからさ。いや、もう私もまあ言ってもパッツライターそこそこやらせていただきましたよ。あ、こうやらないと尺が持たないなっていう瞬間もう分かるんですよ。なんかなんとなく肌で。なるほどね。タイムアップ。え、もういらねえよ。何ですか。もういらない。嘘でしょ。契約解除だよ。いや、まあ今日はちょっとまだファームあたりで調整が聞いてなかった。言えよ先に。いや、ちょっとまだ一軍登録されたばっかりだったんで。じゃあお疲れ様です。ちょっと、え、我が軍の資金です。それはやめて。いや、ただこれだけ言っときますよ。だいぶ球数凍らせて疲弊させました。でも残念ながら天井がないんだ。あの、いや、でもだいぶ下パネル見てください。だいぶ汗かいてますから。いい汗、相当上がってます。いい汗かいてた。そう、相当息上がってきてますんで、もう大丈夫です。手袋も返してください。あ、ひどい。よし、見てますよ。頑張れ。
かっ飛ばせマリモうわかっせすげえかっせマリモダイナミックの動きで全部ごまかそうとしてるよし尺は稼ぎましょうワンストライクツーボールあと1回ビッグ引ければ2000枚というぐらいのところにいるんだけど1回しか引いてないような気がするんでリプレイはなんか今になって頻発してますけどでもまだ大丈夫だと思う知らない間に落ちてるって一番嫌ですね、まあ、知らない間じゃないんですけどまあしょうがない気を取り直してもう一度まだ言うてもトマト1回ですからとりあえずまあ約1500枚のメダルはあるんでこのままいけばマイナスになることはほとんどないんじゃないかなちょっとね最後にそれが無理だと思ったらまあ A タイプなりあとはパチンコでね、まあ、アンマンもおりかなとは思うんですけれども本日2回目のトマトでございます、はい、あお疲れ様ですマッスルさんマッスルさんじゃないですかあえ今日セッターの人に呼ばれてきたんですよ、はいわざわざ来てくれたんですか。いやもう大ファンなんで。すいません。たまちゃんファンなんで僕はい。ありがとうございます。先輩いますよこのホールに。大丈夫ですか。してますしてます。ああまあじゃあとりあえず事後報告しましょう後で。そうですね。とりあえず今回は私の助っ人ということで。助っ人として、はい、お願いします。任せてください。2番バッターマッスル峠背番号9。最初はバーでしたバー、はい、僕もバーだと思うんですよいや分かりますですよね2回目ありますよね2回目ありますよね、うん、バーでいきますお任せします任せてください行きますな何やってるんですか大事な試合なんですよ今日はそうですよね何やってるんですかじゃもうワンチャンス自分で分回してください。ちょっとだけやります。任せてください。来た。え、これは挟むタイプですか？いやいや、挟むそんなことできない。いきます。もう。ワンストライク。ツーボール。さあ、助っ人の嵐選手がまさか1万円以上使ってノーヒット。いやなんかやってくれると思ったんですけどね、まあ、何もないのが何かあったみたいなそういう感じパチンコ等かなもう追いつけねえよスピード的に2枚の台振ってたらスケットのせいで台無しだよ試合があ当たった挟んじゃおうかああもうやだああもうやだああもう信じられない3球ですよ3球
3球投手です、トータル。ハナンチュはもうしまいでございます。しまい、おしまい。ちょっともうパチンコ含めて大移動。ワンストライク、ツーボール。何も知らないんですよね。そりゃそうですよね。マネモさんだってマッスルさんに断られた言うてたし。え、ちょっと待って、意味が分かんないんですけど、何やってるんですか。全然分かんないんですけど、な、何やってるんですかこの人は。バカなんですか。おはようございます。何ですか。いや、何ですかじゃない、何やってるんですか。八方塞がりです。ちょっと、あ、じゃあ暇つぶしでもいいんで一回ちょっと下来てもらっていいですか。なんだよ、呼び出してなんだよ。やれって。あー。何、怒られる、怒られる。何あの薄らはげ。いや、そうなんですよって。違いますよ。おい、お疲れ様です。お前、俺のこと断ったじゃねえかよ。いや、何だってんだよ。いや、何だってんだよ。前々から、うん、まあ、あの、たまちゃんが大好きで僕は。そういうことじゃないじゃん。いや、昨日、マリモさんから連絡あったじゃん、うん、やったじゃん。明日仕事が入ってたんで。入ってたじゃん、はい、入ってって言ったじゃん、はい。でも仕事があるのはいいことだよねっつってさ、はい、返したじゃん。言ってくれましたね。えこの金玉野郎、すごい嬉しかったです、ね、え、仕事ってこれだったの。これ仕事ですね。マジかよ。そうなんですよね。え、なんなの。え、まあ、全部分かってたの。え、私も知らなかったんですよ本当に。ディレクターさんがやつがやつが呼んでた、呼んでたらしくて。なんなの。まあでも強いて言うならばですけど、僕もどっちにつくか聞いてなかったっす。あ、そうなんですね。とりあえず来てって言われて。え、すごい偶然じゃない。だって俺たまたまだよ。で、昨日もマリモさんから LINE が来て、うん、あれ明日だよなって。で、どうしたらいいですかって言ったら、仕入れ断ってキャンセルしといてって感じで、で、今にそんな感じなんですよ。マジかよ、そんなことある。びっくりしてます、僕も。で、今日で、ね、助っ人がね、クソの役も立ってないんですよ。あ、そうなんですね。もう一人いたんだけど、はい、もうクソの役も立ってないんですよ、それも。立ってないか、立ってないですね、役立ってない。こうなるとスゲットいらない説出てきちゃうんで。いや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 、でもこれ当てられるとやばいんだよ俺。僕がビシッと決めちゃえば、うん、マリモさんを苦しめられる。そうそうそう、ザ・マリーは超ピンチで窮地に立たされます。決めます、お願いします。任せてください。あれあれ外すね。ああ、そうしふざけんなよ。何なんだよ。あっす。許せない。ちなみにですね、揃えていただいたとこ悪いんですけど、こっからはちょっと私が、はい、俺も必要ないですか。あ、でもあのお礼はしっかりするんで、はい、体洗って待っててください。体洗って待っててください。あ、わかりました、はい、めっちゃ綺麗にしておきます。めっちゃ綺麗にしておきます。ワンストライク、ツーボール。移動しよう。やるね、やるね。そう、舐めやがってよ。タマはもちろん制作陣一同全員許さない。じゃあ初打ちの、あの、どうせ打つなら初打ちの機種と目いっぱい出してやろう。ダイナマイトキングで出してやろう。打ったことがないんですけども、爆発力があるのは知っている。名前なんだっけ、ダイナマイトキングイン沖縄に来ております。まあいいや、どっちでも。あー、回したい。あ、でもこれは意外と、あー、もうちょい粘れば。よっしゃー。入んなかった。ワンストライク、ツーボール。それではマッスルさんがすごいいい仕事をしてくれましたので、
こっからは私が頑張りたいと思います。いやーすごいでしょ、だってなんだかんだトマト引きすぎでしょっていうぐらいね引いてくれてますから。お、これあるんじゃない。速攻115ゲームボーナスです。そしてその後のリプレイ、まあ、さっきもこんな感じでしれっと落ちてたのかもしれない。逆ね、マッスルさんのトマト単発で終わらせるわけないでしょう。やべ、終わっている、きっと終わってる。マジか。あら、4連続だよ、だってね、5連続だよ、それでボーナスないなんてね。マッスルさん、さようなら。ちょっとですね、このまま打っててもチャレンジ来た時に当たるかどうかがわからないので、これでリノは一旦やめにしちゃいます。ありがとうございます。1678枚。だって今プラスでしょ。いやプラスですよ。プラスでしょ。プラスで守りに来たのになんで攻めなきゃいけないんですか。いや使ってもらわないと。気になるアマがある、それ一応確認して。アマはいいよもう。待ってさ、打つ、打ちゃうか、打ちますね。アマはやだよ、アマはやだ。じゃあ打ちます。いやーこの前思い出すな、何もできなかったダイナマイトキング。これもうすぐ5万だよ。お、そんな使ってたんですか。その5万で沖縄行けましたね。そう、だハナンチュも沖縄でしょ。そう、これも沖縄です。沖縄バージョン、沖縄行きたい。嵐が来たせいで。お、嵐が全てをなぎ倒してきました。我々の、私の夢を、沖縄行きを。いや言うても、あの前回負けてるじゃないですか。まあね、やっぱここは対等に1回勝ちました、1回勝ちましたぐらいが面白くなると思うんですよ。昨日の夜にさ上がったでしょ、1回目の方配信。はい、上がりました。あれにズブズブのデブって書いてあったんだけど、何なの。いや、こっちが聞きたいですよ。もう何なの。いや、デブはデブでいいんだよ。いや、そうなんですよね。デブはデブで、それって私のことですよね。いや、分かんない、どっちか分かんないけど。いや、私ですよ。でもどっちでもいいんだけど、うん、ズブズブって何。ほら、なんていうんですか、ズブズブの使い方って知ってます。あんまり。ズブズブって、なんていうか、例えば、あいつは誰々にズブズブだからみたいな感じで使うじゃないですか。ね、ってことは、あいつデブ歴長くねってことだって私は思ったんですよ。あいつもズブズブのデブじゃんみたいな。骨の髄までデブって。そう、何年も痩せてねえじゃんっていう意味かなと思ったんですけど。私そのワード結構気に入っちゃってて、なんかズブズブのデブってすごい言いやすくないですか。そうね、うん、まあ、あの語呂みたいなのがいいか悪いかで言うとすごくいいと思う。なんかズブズブって言葉を使いたくなっちゃってますもん今。違うことでも。おしまいだぜ、タイムアップです。おしまい、コールドコールドかもしれません。8だか負けだかともかくとして。あ、立ったの。だってほらキュインキュインして。あ、本当だ。ちょっと弾がなくなった。ちょっと一発告知だった。
よそんなもん。おめえ俺が何言ったと思ってんだよさっきまでパチスロでよ。ハイブスカッツに勝ったら大体当たんだよどんな台だってよ。これが熱いリーチなんだ。いや熱くはないんですよ、結構外すんですけど。 あんまりだって期待度高いのでも 50% ぐらいとかなんですよ。ただもう当たります、ハイビスカスがこれ光ってると当たります。そうね、俺もあのハイビスカス光らなきゃ当たんないで打ったんで。もうマックスまで行っちゃいます。あすごい、マックスまで行った。よいしょーやったー、当たりました。俺もこうなるはずだったんだけどな。17,500円で全部で、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい。あ、うらやましい。楽しい、パチンコって楽しい。試合終了。お疲れ様でした。え、もう始まってんの。なんかおかしくないですか、なんか結構ダラーっとしましたね。試合終了ピーみたいな。試合終了ピー。お疲れ様でした。ピーはサッカーだよ。もうさ、はい、何なんすか真ん中に入って。センターです。今日はセンターです。レフトとライト。そうですね。あ、外野を固めたわけだ。びっしりと今日は。なんか使えなそうなデブ3人だな。あ、これがあれズブズブのデブじゃないですか。これもズブズブっすよ。本当僕の方でやってもらいたかったですよ。いや僕最初は本当に、うん、マリモさんの方なのかなって今日その連絡受けた瞬間に、まあ、そう思ったんですけど、タマちゃん側って聞いた瞬間に、うん、頑張ろうってなりましたもん。なんなのマリモじゃやだなって。マリモさんだったら、まあ、まあやるかって軽く頑張ればいいかなと。スクイーズぐらいしとくかって。そうです、振らないのね。今日多分ツーベースは打ったんで。そうだね、はい、じゃあもう僕分かりきってるんで、私は2500枚のマイナスです。一人上手。拍手じゃねえよお前ら。なんだよ拍手ってよ。タマックスは総投資の方がパチンコ含めまして、はい、17,500円、はいはい、875枚だったんですけど、あの最後ね、ホームランソロですけどね、ソロあったんですよ、はい、合わせて引くとプラス。大丈夫か俺小学生で相手にしてんの。大丈夫ですか。何なのこれ。合わせてよこれでやってくるぞ。初めて見たよ。初めて見たし、合わせちゃいました、すいません、はい、で投資を引きました。するとなんと、はい、プラスの1191倍という結果になりました。はい、いやまあまあ拍手だねそれはね。よかったっす。いやよかった。ほんとマッスルさんは91枚の働きしてくれてます。もうちょっとかな。あれだな、あんまり大したことなかったな。大したことなかったっす。そんなことない。まあでもこれでとりあえず1勝1敗だ。はい、いい勝負です。あと4戦やっぱそう6000、大丈夫だから。数えるときさ、これ1、2、3、4だって毎回こう、こんなにさ大きい数でもないし、で大きい数の時もなんかこの辺りで数えようとしてたじゃん。大きい数だとこれだと数えられないと思ったけど。手は10本もありますから。手は10本ないよね、でもね。指が10本ありますね、はい。あと4戦、まあ、いい勝負を今と繰り広げているということで、次回以降もなんとか白熱した試合をしたいよね、とにかく。そうですね、どっちも出てるみたいな。そうそうそう、だからもうなんか途中で分かっちゃうとやっぱさ、いくら助っ人が強力な人が来てもさ、ね、見えちゃうんで、自分たちだけで白熱してるところにちょっと上乗せしてくれるような。それ一番いい流れだ。一番いい流れ、はい、誰もみんながハッピーでね、いい絵が撮れるっていう。4回あったら1回ぐらいあるんじゃないですか。軽いな。そうだね、そうしましょう、はい、では、次回第3戦果たしてどちらが勝つんでしょうか。そして助っ人は誰が来るんでしょうか。お楽しみに。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。